何も思い出せない。ようこそ死んでたまるか先生へ。あんたが天使だとかなんとか言って。私は天使なんかじゃないわ、ハンドソニック。本当に神がいるのなら立ち向かいたいだけよ。だって理不尽すぎるじゃない。守りたい全てを30分で奪われた、そんな人生なんて許せないじゃない。好きな歌が歌えなかった、それだけ。もう十分じゃないか。あれは人生の理不尽を呪った目だ。彼女にも陰惨な人生がある。誰もミジンコになることを恐れているわけじゃない。ここにいる連中は全員が神に抗おうとしているんだ。理不尽な人生を受け入れることに。私がここまでやってきたのはみんなを守るためなんだから。